はい、こんばんは、平山茂です。本日は6月10日ロットンの日、そして木曜日でございますね。現在時刻は7時24分です。皆様、お仕事お疲れ様でございます。本当にお疲れ様です。今仕事が終わりまして、自宅の方に戻ってまいりました。もうしっかり暗くなってまいりました。さあ、もう木曜日が終わりました。明日一日でね、明日一日頑張ればお休みという方いらっしゃると思いますけれども、あと一日頑張りましょう。大丈夫ですから。大丈夫ですよ、うん。夜はちょっとね、寝苦しいかもしれませんけれども、しっかりですね、体を休めていい夢を見てください。見たい夢を見てください。必ず見れるはずです。いい夢を、楽しい夢を、そして明日も元気にいきましょう。笑って笑って笑って楽しんでいきましょう。ということで、今日はこの辺で失礼いたします。ではまた明日お会いしましょう。平山茂でした。おやすみなさい。まったねー。